これでワイの流飲も、下がりません。全然下がらないんですけど、わら愚痴ってかまん。もう嫌なんですけど、全然下がりません。やめておけば。あーブリリリリリッツー、くそーくそー、やだやだ、嫌なんよ、引いてほしいんよ。こんばんは、私バージョンアップ。悔しそう。また負けたんかって、また負けちゃった。お金ないのにまた負けちゃった。ペルソナ行こう。もう嫌よ。てかもう寝たいもん俺。なんなら4時ぐらいにはもう疲れた俺。丹念とらわれてんだよ。もつ鍋食べたい。ったくブレブレのぐにゃーよ。ほんとぐにゃーやろ。もうもう俺のゴッドモード絶対俺のだったろう。うるさいって。もう悔しい、悔しすぎるんよこの悔しさを。誰かに切る、このビッグばっかじゃん。なんかあるんかな、ビッグしか出んっていう前兆があるんかこれ。今思ったらなんかそんな気がしてきたぞ。その前のこいつだってこれ800とか500とかの全部ビッグなんじゃないんでしょうか。ひいては遡ったらな、三好のメモかこれ。ビッグばっかだこれも。これ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 って気づいた。あるんじゃないのかこういうのが。なんかあれれ、おかしいです。これっていうかほんとバーばっかやけんな、初当たりなんか。なんかおかしくねこれ。しかもその後もビッグって言うし、ん、森林気づいたか俺は。ついにこのゴッドモードの、うん、その前知りたかったな。ここの前も取っとけばよかったわ。やばい、誰もが知らん情報を俺は仕入れてしまったかも。こいつがもうおかしいもんな、なんかこの出方が。バケ1マジで普段バーしか飛んでこないから。いやそんなレベルでバーばっかなんやけどな。まあ今日俺ビッグばっかやったけどな、初当たり。だってこれこれ俺座っとったもん、ここ。俺写真撮ってさあやるかって感じで。380まで一回使ってやめたんやで俺は。ということはこいつが441やで。これマジでくっそー。2000円だったか。あーあああブレレレレ。もう一回なぜ。いや俺やったら当たってなかったよなきっと。そう思うしかないよね、もうこれ。悔しかろって。こいつなんか相当うまいで、こっから上2000枚出るんやけん、ほぼ。
支柱で当たってたよ。どう思った？いや、どうもこうもないやろ。予算で待ってた。なんでそういうとこは普通にあれな、お前らは。そこは否定してほしかったんですけど。今までよかったな、俺。幸せやったな、今頃。いちゃいちゃしよったわけ。5ゲーム以内じゃなくて5ゲームな。いや、5ゲーム以内に当たることもあるよ。まあ多分レア役とかで当たった時でしょ、それは。あとこの脳を刺激する高速点滅、ドキ打ち、ドキ打ちが一番痺れる瞬間、脳が焼けるとはこのことでしょう。やらなきゃっていう気持ちをこう奮い立たせてくれる光り方ですから、これもう取り消せないよっていう。この光が出たらもうあのゴングが鳴るけん、その台とポリって猪狩みたいになるけん。この頃は勝ってました。転換になる、なるんやって。ほら分かるけん、ドキドキを打っとけば打っとくほど俺が言えることは。ゴラ震えるん、震えない。もうだってゴングが鳴るもん、その台とどんだけハマっても行かなきゃいけなくなるっていう。辛いで。いや嬉しいんやけどな、理由ができるけん。むしろ着席するっていう。まあ僕はもう何でも座るんですけどね。最後の方の乱れ打ちはもう悲惨やったで。俺も何やっとやろうなって思ってました、正直。笑われよったやろな、芝のやつらに。ワイとかあいつ手玉全部なくしとるかって。毎回そんな恥を繰り返しておりました、この島で。一人パシャパシャしながら店も煽ってるって。やけんこれがイラつくんよ、この SNS って書くなと俺は言いたい。これのせいで俺やる気になったけんな、この今 SNS で騒がれている噂のゴッドモードって。バカにしとんか、ほんとクソが。剥がせ剥がせ、こんなもん。なんで帰る選択肢ができるのか。あんねえ。それは俺だって家から徒歩2分とかで着くんやったら帰るよ。40分かけとやぞ、俺は車で。わかる。それって結構な旅なんですよ。こっちも朝一から。それでお前ちゃんも拾って帰れって帰れるわけないやろ。どう思います？その後の展開もあるやん。チャモ言ってた、言うわやけん俺らは。言いたくもなるんよ、帰れんのやって。すぐになんか最初から行かないという選択肢は。たまの休みでようやく打てるって思っとって、こう爆発しとる欲望が爆発したところで帰れと。戦うって決めた時は最後まで戦わなあかん場所に住んどるけんとか言いよった。さっき鍋笑いよったら茶がおったけん、ゴッドモードで鎌掘られたって言ったら嬉しそうやった。経緯まで聞かれたんだが、どんな状況って。えクソ、なんだこいつって。ランプ光ったって。クソって。
てんてん嬉しそう。くっそー、本当やったら収めれとったかもしれんのに。ラピュタもうラピュタ収めたら俺の旅は終わるんよ。フリーズと来ないんですよ、どっちも。いや、一番手が届きそうやったな、今日が。俺一瞬掴みかけたとこまで行ったけんな。これはいつか来るやろ。三端とかでも狙いよったら、あれ来るのはどっかで。定期的に狙ってみましょう。ゴッドモード継続率何パーなん。いや、まあまあ10連ぐらいで乾燥しとるけん、あれまあまあ高いで。 85% ぐらいありそうな気がするな。75とかではないわ、あれは。下手したら90あるかもな。この張り紙のせいよってバーでもついとってくれたらな。にちゃにちゃしとったら全部ビッグやけんな。あれはもう絶対ゴッドモードよ。嬉しい。わら嬉しい。俺が苦しみよる様見るん好き。悔しがっとる俺見るん好き。嬉しいって、性格しとるよな、ほんとお前らは。嬉しい、好き。なんなんだ、ほんと。嬉しいから増えよ。最悪やな、ほんと。人間性を疑うわ。ちょっとはこう、応援しようっていう気持ちにならんのかね、君らは。最高やが。なんでな。最の高。今年一番の朗報よ。くそ、絶対やっちゃうけんの、ほんと。いや、もうでもな、俺なんかもう終わってんな気するよな、マジで。あの簡単で。ガチで。こっから英語となんかないんじゃないかって思ってきだしました。わっしょい祭り、くっそ。2003は元旦で終了よ。いや確かにな。もうほんとちゃんもだけ狙っていこうかな、俺、休みの日は。で、ちゃんもで手に入れたコイン持ってハゲラ行くんが正解か。ブンブン行こうかしら。元旦の時あんなんただの運ですし。ラッキーパンチじゃないですか。ミラクルパンチはあんなん。G1 で取り返そう。まあ、それでもええんやけどな。ていうかもう G1 もな。フェブラリーまでないけんな。結局1月は俺休養期間になっとよな。難しい話ですわ。ていうか福永先生はいつまでやるよあれ。はよ調教師になってどうぞなんやけど。僕的には揺さぶられるけん、おったらおったで。もうぼちぼちなるん。詳しい人その辺に精通しとる人おらんの。2月までその辺があれなんよ、締めなんよ。年末で辞めると思ってた。そうだよ、普通そうやろって。今年はまだ開業せん。じゃあフェブラリーは出るかもって感じか。
うまくいくといいんやけどって。うまくいくん決まっとるろ、福永先生やぞ、お前。しくてあまたよ。骨もあるしな。誰も彼もが福永先生にって、川田にも馬を回すんじゃろう。良好な関係を築きたいと思っとるはずや。SNS で騒がれてるか。くっそ。どうしてなんでこんなことになった。調べたら2月いっぱい。そっか、福永先生もついに新たなる道に行くか。みんなで応援しようで、福永厩舎のこと。ツイッターのごく一部でも騒がれてる。くっそ。江戸さんはどうだって。いや別に俺だってさ、もうこんな闇に葬ってもよかったんよ。ゴッドモードのことなんか。でも取れ高だなって思っちゃった自分がいたのが辛いです。これええネタやがって思ってしまった自分が憎い。完全に廃人の域に達しておる。3番負けの取れ高、くっそー。取ったらバズるって思っちゃった。いや、勝ち報告見したかったよ俺だって。そのために頑張りよったよね、ワイは。でもな、神は俺にちょっとだけ微笑まなかった。まあ完全に自業自得なんですけど。勝ち報告はいらんって。まあ見とけやって。おきどきってな、やばいことが起こる台ですから。大勝ち、負け負けってきとるけん、そろそろ小勝ちぐらいが来ると思うんだ俺。ホットボードの単発とかは見たことないかな。さすがに単発やったら分からんしな、そもそも。自力でゴーで引いたんだろうって思って、闇に葬られとる感じでしょそんなの。100K負けある？あら、あんな昼までに100件負けるわ余裕で。普通に凹んだグラフが一気にまくりもあるで。あるんよ、あるんやけど、それが取れないっていう。何個掘られたかな俺。まあまあ掘られとるけんな今日。あっくそ、あの台打ちだったのに上げられとるがっていう2台ぐらいはあったわ。悔しい。やっぱ分かんないよね、ほんと。オキドキゴールドって。いきなり上がるもんな、1回とか。1回で上がるやつとか、なんなんあれ。天国なら十分。俺だって、なんならな、引き戻しで1個、ポンと当たったあったしな。てか、こういうグラフ見よったら、ほんとやばい台よなって思うよな。お前ら10万やで、ここ。これ分かりますか。こんなグラフで見たらうーんって思うかもしれんけど、これって10万ですからね。10万って言ったらもう大金ですよ。それを入れるやつが平気でおると。これ天からの天とかやろな。血の気が引くグラフや。いや
パ好きやろ、こんなんがまかり通っとんがやばいわ。そしてそれを売ってしまうやつらがおるから成り立ってしまうわけで、カバネリやるべき俺。こうなったらもう裏ビバ狙っていいっすか自分。まだゴッドモードより裏ビバの方がいけるんじゃね。いや無理か、ゴッドモードの方がまだ見れるか。あれどうな、裏ビバってどんぐらいでいける、そこがちょっと知りたいんですけどって。まずいけるレベルじゃないあれは。裏ビバの方が難しい方な。100回は当ててるけど裏ビバ行ったことない、無理か。10万ゲーム売ってるけどゼロ、無理よそんなん。大体なんかあれ汚れ食べんといかんのやろ、そのフリーズするんって。普通にレバーオンでフリーズとかないんやろあの台。それは無理よな。じゃあで結局ボーコンしてクシュクシュになった台がフリーズするってことな、あれ要は。俺もよく分かってないんやけど、裏は確率出てないけど30万分の1、いやなんかフリーズがおかしいなって。あれなんかそういうフラグのフリーズじゃないんやろあれ、裏は今行くやつって。そら一発のフラグで引けるんやったら俺引いてやろうっていう気になるけど、なんかおかしいんあの台のフリーズ。調べたところによると、だからやる気が起きねえんだわ。マドマジ、いやマドマジかどうか知らんけど、なんか6万5千のフラグ引いたらフリーズしますって言うんやったら俺言ってやるんやけどな。相当吸い込んでないと無抽選やろ。やけんもうそんなポンと座って1ゲームでフリーズするような台じゃないんやろあれ。みんな意識してないよって。つまり何？ビバでええってこと？じゃあもう。林郎4スルー、ビバチャンスを2スルー、1000天井でもいかん。どういうことな？よくわからん。汚れマックス以外はない。そのマックスまで行っとったらどういう仕様になるんじゃ。そこでなんかせないかんってことな。そもそもそんな汚れなんかわからんし。だ外面から。ペルソナのフリーズは、ペルソナ自体時点でな、あれやしな。あれに希望を用意すること打たせる。じゃあ俺が裏ビバ引いてきましたっていう紙芝居したらどうなるの？バズる。ついに来ましたって。結果でマックス陣あったらプチューンして裏ビバ行く。あ、もうマックスまで行ったらじゃあ余裕でフリーズするってこと？無名階層とかも入った時点で裏ビバが決まっとる。あんなんいけんのやろ、なんかエピソードステップ4みたいなとこで止まるんやろ。4行くんすらきついって聞いたぞ俺は。でそこをさらに超えていけって絶対無理なんじゃろ、バズり倒すって。しかもその裏ビバを1回で落としたらもうこれ最高潮になる俺。94%ループを。あと眉毛のな、最新情報が出とったんやけどな、意外と悪くなさそうなんだが、30ゲームの AT で 4.1 枚っていうね。
で8ゲームのバトルゾーンがあって、そこはちょっと減って110枚ぐらいのワンセットらしいんだが、眉毛が頑張ってる。いやあれはいいんじゃないか、初代継承な、チューチェの4分の1で入るし、天国とかもうほとんど一緒らしいぞ。これやるしかないだろう俺ら。もうあの4号機時代のあのクソ解雇坊が息吹き返す時が来たんじゃないん。いつものパターンやろ、激闘の PV 思い出せ。いや今回だけは俺信じてもええと思っとる。ダンバイン大工の原さんになって終わりました。え4回転ダンバイン、じゃあ終わりよ、もうそれ覇権握ることはないで。天井は1280ってあります。1268プラス32ってやつか。いや昔なんか1999やったやんか、可愛いもんじゃろ。5号希望で持てますかって、あーって打てるよ。むしろ5号希望をターゲットにしとると見た。目押しできないですか、大丈夫ですか、大丈夫ですって。中世なんか別に取りこぼしてもいいんで、カウンターはつくんでポーンって、誰でも打てます。そして簡単押し順ナビ AT と、もう勝ちだろう。あのウェッヘッヘッっていうナイフのやつ殴り寄ったら100枚ぐらい取れるんやけん、勝ちでしょ。ついにサミーが覇権を取り戻す時が来た。みんなで歌おう眉毛を。俺が率先していくわここで。今まで嫌いだったあの彼氏のことを褒めたくなってきた。ボーナスで7それなくても大丈夫なんですか。勝手に止まると思われ。どうせ6号機やけんポンポンポンって押したら止まります。永続抽選わからん。 AT 中の引き込みで最低66とかならきつい。大丈夫、機械割り4で105 6で113パーぞって、勝ちました。完全に覇権を握ります。もう台の画像見たらミニ液晶にポイント下みたいなのがあるんやが、はそんなものはない。中値を引いたら4分の1で入る、それだけだ。ただ最上位の 94% それは入れれるよ、だってあれフリーズ確率で取ったし10万分の1やろ、別に引けるでしょ。そういう明確に引ける確率さえもう言ってくれたら俺は恨み場じゃないけん引けるけん、10万分の1ぐらいやったら引いてやるけん。いつか俺はフリーズを引いて無双転生バトルで完走するじゃろう。その自信はどっから来るのかって、今まで培ってきたね、ローコツコツと積み上げてきたスロットの自信というやつですよ。ワッショイ祭りもある、ある、相当ある。っていうかもう毎日がワッショイ祭りになると思われ、眉毛打ったら。浮き子のフリーズはなかなか引けませんね。スイカ引くたびに俺フリーズしろって思うようやけどな。いやちょっとでもダンバインの現像仕様はやめてほしかったな。それ面白くないでしょ、はっきり言って。あれ ST しながら音楽を聴くゲームやったのに4回転なんか速攻終わりますよ。覇権をがすり抜けていったな、これは。大工バトラー終わったの、ほんとあんなん秒で終わるで、1分で終わるんですけど。オーラバトラーダンバインってアタックアタックアタック俺は戦士って言う前に終わるけん、もうもはや普通に俺終わらせる自信あるわ。オーラバトラーぐらいで終わっとらもうもはや、ドクソがドーンって
肘かまして帰るな。サミヒはスローは頑張ってんのパチはひどい。マジでなんでそういうちょっとタメーカーのに乗っかろうとするかな。なんで自分らで作っとったそれを踏襲せんか。何番にそうラッシュ入ってたらって。でちょっと恥ずかしいこと言うんやけど、俺もうどうにもならんかった時に大海洋を探しに行ったんよ、パチンコので。4台だけあってクソって見たんよ、固定見よったら全部ついとんよ。めっちゃクソって、こんなんもう出ねえだろって逃げたけんな。またオキドキの島にヒロさん巨大カブトムシと戦ってみたかったんこね。撃ってよ。いやなんかもう10回ぐらいつけられとったらやる気せんのよ。ああこれもう4500取ったやろな、じゃあもうやめるかって。クソハマりでもあったら撃ってもよかったんやけどな。ザリザリガニと戦ってもよかったんだが、そもそも回らんやろあんな台。もう回らんだ、嫌よ。工事エヴァとか、あの何うんこレバーとか、もう見るだけで叩き降りたくなるんやけど、俺パーンって逆側にひねって、あのクソゴジラの顔がついてる尻尾とか降りたいんやけど、イラつくわって。あのゴジラのもうアッパー昇竜とかで叩き割ってもかまん。上あごからこうパーンってやりたいんやけど、マジでイラつくけんな。ああいう役も見よったら、かまんよ。ええ損壊しお前あれなって、うん百万レベルの損害。うんこ見える。もうあのレバーじゃない、あのハンドルも嫌いやし、全部嫌いよ。バールとかで叩き降りたいわ。令和のハンマー王子くっそ。エイリアンボタン、あんなんもうかかと落としてお前ねじ切るで。それかあれやな、こう胴回し回転蹴りでパッキャーンっていきたいわ。レバーコンテンツ嫌いよ、ほんと。サービス、サービスって。うるさいよ、バカ死ねって。そうと思うわ。失笑するわ、あんなん聞いたら。俺はまたいでいくで、エヴァに関しては。新しいガロ知らん、もうガロとかもうどうでもええわ。この次もサービスサービスってパーンやりたいわ、ほんと。もうそんなんいいよ、瞬間に。なんでそんなこじらせたんて。いやこじらせたは何も、もともと嫌いなもんにさらに乗っかっていけって言うんすか。シンジ君嫌い。ああ、いつが一番嫌い。多分一番嫌いと思われ。あのエヴァのコンテンツの中でも。まあ全員嫌いなんやけど、その中でも一番嫌いなのは、あいつか、あの、マダオかって感じやった。あいつら親子はバーシで嫌いよ。まあ全員嫌いなんですけどね。カオル君は嫌いよ。普通に嫌い、全員嫌い。好きなやつが一人もおらんわ。あんのも嫌いって。嫌いよ、生み出した生みの親だろ。
世界観が嫌いなんだろう。いや、何やろう。全ての元凶。いや、別に嫌いっていうか、嫌いじゃないかな。そういうとこまでいかんかな。もはや。ペンペンを許したってやって。なあ、動物は悪くないからな。期待も嫌いって。一番嫌いなんは、あの綾波の期待が一番嫌い。俺正直エヴァの期待はちょっと、まあまだフォルム的には悪くないなって思ったんやけど、あいつの期待が一番なんかかっこ悪いし、全然興味もあかんっていう感じですね。エヴァ言うやつらが嫌いな。まあそれもあるか。アスカはあの期待も別に全然何も思わんけど、使徒は好きって。うなぎみたいなやつが好き俺一番。あのドクロみたいな、なんか手があの神みたいなやつは嫌い。アーダスで、あのモノリスみたいなわけのわからんダイヤみたいなやつとかもう嫌い。大体嫌い。結構詳しいって。まあ一応ね、パチンコ屋行ったら出るからね、そういうの。名前は知らんけどフォルムはわかるってやつじゃ。なんやろ、俺やけん、そのスロットで売ったぐらいしかないもんな。パチンコ売ったことないし。仕方のやつは嫌い。神話好きには使徒の天使の名前って設定にグッと来なかったって。え、全然天使じゃないし俺。まだらめアザゼル一流祭カモシダアスモデウスすぐるな。そっちの方がええわ。まだカネシロバエルジュニア銅馬は銅馬なんやったかな。名前忘れたわ。一回しか見てねえから。どうなの？レビアタン。レビアタンは聞いたことないな俺。くそ。いや、どうしようかな。もうちょっとやっとくか。前のとこまで戻っとくか。今ならまだもうちょっとだけ頑張れる気がするけん、銅馬だけ倒しとってかまん。前のとこまで戻っとこう。そうだ、そうしようって。ええ、えらい俺。それがいい、えらいって言ってくれ、頼む。実は待ってたって。今から1時間で何とか戻れるんで5時に寝る。それだ。つかましい。いやでもここでやらんかったら、俺だってあれやろ、配信外でやってかないかんのやろ。それはつれ。1時間もかからん。まあかからんやろ、あんなん全部飛ばしたらすぐでしょ。倒し方も分かってるし。それだ。えらい、もっと言って。違うだろうこれ。